シュナイダーエレクトリックは、フランスのパリ近郊のリュエーマルメゾンに本社を置く、世界的な電気メーカーで、エネルギーマネジメントとオートメーションのスペシャリスト。ユーロネクストパリ上場企業。あらゆる人が、エネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、世界の進歩と持続可能性を同時に実現することを目指しており、これを、ライフイズオンと表現している。 カナダのメディア、投資調査会社であるコーポレートナイズが2021年1月に発表した世界で最も持続可能な100社でシュナイダーエレクトリックは8080 80社中世界1位に選ばれた。日本法人はドイツ語読みのシュナイダーと称するが、以前はフランス語読みでシュネデールエレクトリックと称した。 戦前は軍需産業として有名であったが、戦後は総合メーカーとなり、後に電気専門のメーカーとなった。吸収合併した会社名である APC、メランジェラン、テレメカニック、スクエアディをそのままブランド名として使用している。100カ国以上で公共事業、インフラ、産業、機械製造、ビルディング、データセンター、ネットワーク、さらには 住宅用アプリケーションまで多様なマーケットを網羅した統合ソリューションを提供している。グループ全体で13.5万人以上の従業員を要し、2020年の年間売り上げは25.2億ユーロであった。旧社名はシュナイダー社で創業地からシュナイダークルーズとも呼ばれた。社名は不通語読みに基づくとシュネデールであり、かつて 日本法人もシュネデールエレクトリックとしていた時期がある。現在も東芝シュネデールインバータ株式会社などにこの名称を使っている。代表者の執行役会長はジャンパスカルトリコワ。彼は1985年にアルカテルでキャリアをスタートし、後にシュルンベルジェに移り、それからゴバ番で活躍した。その次にメランジェランという電気会社に入り、 それがシュナイダーに買収されて、ジャンは1988年から1999年に帰国するまでシュナイダーの生涯を担当した。1836年、ドイツ系フランス人のシュネデール兄弟ワル・クルーゾの製鉄所クルーゾ鋳造所を買収して再生し、2年、あとシュナイダー社を創立した。クルーゾは1784年200家族のバンベルが作った。 クルーゾは工作した国際関係の産物である。王子フランスはアメリカ独立戦争で植民地軍を支援し英国と交戦しており性能が高い武器を絶望していた。そこで産業革命を主導しアイアンマットの二つ目を手にしたジョン・ウィルキンソンの弟・ウィリアムがフランス政府の要請でアンドル島に王立ッ法鋳造工場を建てた。 この工場へ原料を供給するため、クルーゾが設立された。この時着工されたサントル運河は1792年に開通した。以後、運河はクルーゾのホームグラウンドに利用された。ロワール川とソーヌ川の間を船で往来できるようになり、地中海と大西洋の間に、ミディ運河よりずっと長い内陸水運が開かれた。開作途中のフランス革命で、 バンデルがドイツへ追放されていた。クルーゾは経営者を次々と変えたが、やがてイギリスのマンビー・ウィルソン社が買収した。1830年代の不況でマンビーが破産し、クルーゾは競売にかけられ、1836年12月21日、シュナイダー兄弟が268万フランで落札した。この視力がどこから来たかであるが、 シュナイダー兄弟は2ヶ月前に100家族精鋭ルが設立した合資会社の支配人であった。1838年には機械工場を設置して国産第1号の蒸気機関車を製作した。翌年シャロンシュルソーヌ造船所を吸収合併した。石炭採掘工は1837年の5800トンから1847年に10万トンへ躍進した。 先鉄は5000トンから18000トンに、連鉄は2500トンから16000トンに、機械は1000トンから4500トンにそれぞれ生産量を増やした。1853年と1855年に、クルーゾから約20キロメートル北方のクレをめずね、シャンジュの鉄鉱山を買収した。これらの鉱山は年間30万トンの鉄鉱石を供給した。 この間1854年にフランス銀行へ理事を排出した。1860年に英仏間に通商条約が結ばれて自由競争に耐えうる要資本集中が進んだ。1867年で工場敷地120ヘクタール、縦坪ぼ20ヘクタールの規模であった。不仏戦争の頃になると、 大砲や装甲鋼板などの兵器の生産をはじめ、一定の評価を得た。1879年ドイツのバンデルと共同出資によりトーマス製光法の特許を80万フランで買収し、ミネットアラガネが豊富なロレーヌへ進出した。1882年ボルドー付近で、ジロンド造船所の創立するときに、巨額を出資、また1897年には、 地中海製鉄造船を買収した。19世紀末には現在の事業の基盤となる充電器分野にも進出した。ベルエポックにパリが国際金融市場としてもてはやされる中で35番と並ぶ大企業となった。具体的にはテールルージュの製鉄所を支配してアーベット株を保有するようになった。1919年。 ユニオンパリジェンヌと合弁の持ち株会社、ユニオン・ユーロッペンルを開始、ドイツと東ヨーロッパへ、シュナイダー製品を輸出するようになった。後者については、シュコダ財閥などに手広く、利権を獲得していた。その後、大手グローバル電気グループのウェスティング・ハウス・エレクトリックと提携し、発電所を建設したり、電気機関車用電気モーターや、その他電気装置を製造したりするようになった。 ミュンヘン会談と1941年の間に、シュナイダーは、東欧企業の株式を損失なしに売却した。ユニオン・ユーロペンヌは、ロスチャイルドやハンブローズが参与して、インドシナ銀行などに次ぐ有力な事業銀行となった。戦後、シュナイダー本体は、軍需産業から手を引いて、建設、成功所、電気の分野へ転換、アーベット株保有率を、 戦前の10%から25%に増大させ、副社長シャルルを送り込み、ベルギー総合会社などと参与した。1949年には多様化した新規市場を開拓するためクルーゾに工場管理権を譲り、持ち株会社シュナイダーグループとユニオにユーロペンヌを中心とする組織となった。1960年代になると、 ベルギーのアンパン財閥が経営に介入するようになり、エドアルアンパンが経営権を奪取。シュナイダーアンパンと呼ばれるようになり、重工業を柱としながら、事業を多角化し、電話、土木、不動産、銀行も手掛けた。1980年代になり、アンパン財閥が経営から離れると、不採算事業を売却するかたわら、電気系で力を持つ海外企業の買収を行った。 他にも数多くの戦略的資本提携を重ね、電気業界への集中を図った。1999年、シュナイダーエレクトリック。戦前には日本陸軍に列車砲の売り込みを行い、90式24センチメートル列車カノンの販売に成功している。戦後にはシュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社、シュナイダーエレクトリック株式会社、 シュナイダーエレクトリックシステムス株式会社は白畑昭彦。シュナイダーエレクトリックホールディングス2008年10月1日にシュナイダーエレクトリックが富士電機グループとの合弁会社富士電気機機制御株式会社へ移行すると同時に東京都中央区日本橋大伝間町へ移転した。ホールディングスはしばらくしてから富士電気機機制御社内に移転したが あとに現在地へ再移転。2017年9月1日付で株式会社デジタルを吸収合併。シュナイダーエレクトリック以前のシュナイダーエレクトリック株式会社は現在の富士電気機器制御株式会社となって称号が消滅していたが2011年10月1日に APC ジャパンが2代目のシュナイダーエレクトリックとなった。2015年9月に 芝浦に移転し、シュナイダーエレクトリック本社、デジタル、東京支店、インベンシスプロセスシステムス、エナジープールジャパン4グループ会社の東京拠点を集約した。日本法人軍その他。ありがとうございます。